昭和24年1月26日、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、貴重な壁画が焼失したことと、真冬のこの時期が1年の中で最も火災が発生しやすいこともあり、貴重な文化財を火災から守る防火意識を高めてほしいと、昭和30年文化財防火デーが定められました。文化財防火デーに合わせた白峰寺での訓練は、午前9時30分、本堂から煙が上がっているのを発見した三好住職が、消火器を使って初期消火を試みている間に、119番通報を寺の関係者が行う。また、本堂内の貴重な文化財も運び出すというものです。はい、はい。本堂の方にも避難誘導するように伝えますので、初期消火がうまくいかず、坂出市消防本部消防署の車両9台と人員30人、地元の消防団である松山分団からも車両1台と4人が駆けつけ、消火活動を行いました。火災発生場所が100段余りの石段を駆け上がった上ということもあり、ホースを伸ばすのも大変な状況の中、ポンプ車からおよそ200メートルホースをつないで、到着から20分余りで消火作業に入りました。五色台山上にある白峰寺は、1200年余りの歴史を誇る四国88箇所霊場第81番札所の寺院で、2017年には主要な建物9棟が国の重要文化財に指定されるなど、歴史的にも貴重なものが多く、崇徳上皇が眠る四国で唯一の御陵、白峰御陵もあります。歴史的に貴重なものがたくさんあるだけに、寺では年に2回、防火関係の点検を定期的に行っているほか、消火訓練も実施しています。今回のような消防本部との合同による訓練は10年ぶりとの話です。今回の訓練では、呼吸困難な負傷者を発見し、ストレッチャーで緊急搬送する訓練も実施しました。消防訓練終了後、護摩堂前で訓練参加者40人余りが集合して講評が行われました。文化財保護を所管する坂出市教育委員会の国重教育長は、毎年文化財防火デーに合わせ訓練を重ねていますが、白峰寺がもし火災で焼失するということになると、文化的にも坂出市にとっても大きな損失となります。火災に遭わないように、今日の消防訓練も参考に、日頃の備えをしっかりとしていただきたいと述べました。坂出市消防本部の須崎消防長は、文化財防火デーに合わせた訓練について、香川県内では9つある消防本部のうち、実施したのは坂出と丸亀の2カ所のみとなった。コロナ禍であろうとも、消火活動が必要な時もある。どんな時でも活動ができるように、あえて今回実施したと述べました。坂出市消防本部によりますと、文化財が火災にあった例はないとのことです。白峰寺では、今残っている建造物や文化財を100年後、1000年後に伝えていけるように、しっかりと防災・防火意識を高めるように努めていきたいとしています。